なんせこの紐を引っ張ると温まるらしい。引っ張ると温まる。もうみんなついてる。そう、みんなついてる。ついてる。ついてるのをみんな選んできた。ここに。みんな違うのにして。みんな違う。で、え、これ開けないのかな。あ、どうだろう。下まま。そうそうそう。必ず引き紐を下まま解けた。もっと早く言ってくんない？どうしたらいいのこれ。もう一回縛る。もう一回縛る。え、ついたままでいい。抜いた方がいい。なかった。え、この話あるの？ある？嘘、なかった。なんで俺だけないの？抜けちゃったんじゃないの？じゃあ。一応持ってきたけど。じゃあ、カー君これ紐引いてごらん。私。あ、カー君こっちか。どんどん。母ちゃんは牛タン。最後まで黄色い紐を引き抜いてください。よし、勢いよくさっと引き抜いてください。途中で止めずに。なんか煙出てきた。火事だ。途中で止めずにさっと引っ張る。いや、私のシュって言ってる？言ってる。本当？あ、あったかい、あったかい。いい、私のもやっても。すごい。いいと思う。怖い。じゃ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 。なんかついてる。これどうするの？これかかければいいかな。かけるね、これはピッてやってもらう。どこでもいいです。せーの。こんな感じ。ちょっとここ。こんな感じ。え、種も何もないけど。え、なんでそんな切れんの？持って。私も時間高いよ。いただきます。はい、いただきます。どうかな。行きますか。薪を取りに行くぞ。肌の薪。薪使い放題だからね。使い放題。はい。ここが、はい、乾燥してる薪。うん。あっちも乾燥してるんだけど、昨日の台風で濡れちゃったっていうから、今日はここの薪を使ってくれって言ったわけで、一輪車をお借りして、はい、薪。買いたい放題なのでこれ買い。
何これ、え、ニョロ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 、まあ、最初こんなもんじゃないのだって練習練習あるのみだな。ムーミン知ってる漫画知ってる、あれ出てくるニョロ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 、やれるよ、おっちゃんの旦那さんに。何やってんのかねって。兄ちゃん、ひでえなって。ジャジャーンとこだけ取ればいいよ。いや、そっからさ、白い手袋してるとこから取って。今日は炎上ハンバーグ。じっくりと焼きましょう。せーの、オープン。じゃじゃーん。すごい。久しぶりの乾杯ですね。乾杯。ぽい。ぽいぽい。これ吉見さん飲んだっけ？10月のイベントの打ち合わせ、一緒に八島さんとお子さん来ていただきました。どうですか？いけそうですか？いけるでしょう。ね、ちょっとあの詰める。うん、まあ、できれば小さめの程度にしてもらって。できればしっかり。それだけ2回転とお持ちの方は2回転できてもらって、うん、でもどうしてもこれしかないよっていう人は、両サイドに使いながら話してもらって、はい、ね、みんなでうまく、うん、やってくださいって言ってる時は湯たんぽがあれば多分いけそうな気するんですけどね、うん、そうだね、湯たんぽ、豆パンとか、北海道、あと何があるんだけど持ってる方はねあの、別々にね、一人一個ね取っちゃうからね、だから取っちゃう人いるからさ、ってね、ね、動くね、袋持ってるできる限り、うん、キャンプ場さんのことをお話ししたけど、中心には持っていかない方向性で、うん、そうですね、今のところ動いてます、うん、そんな感じで10月皆さんに会えるのを楽しみにしております。いつも通りホイで参りましょうか。ホイでなんて言ってるかちょっと未だに不思議な方いたみたいなんでね、声かけられたんでホイで締めたいと思います。
それではせーの、ほい、お疲れ様でございました。海鮮丼行こうか。今日はラーメンないよ。ないよ、海鮮丼だよ。海鮮丼だね。枝豆ショーも海鮮丼でいいのかな。